180度開脚した状態で10メートルの距離を走り、そのタイムを競う。その名も団体10メートル走。ギネス世界記録、開脚したまま10メートルを走る。さあ、スタートを切りました。まず先に出たのはカズミ。神奈川出身26歳のカズミが大きくリードを取りました。コウタンタンは遅れている。コウタンタンは遅れている。さあ、カズミが笑顔を見せながらどん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 進んでいます。まあ、まもなくフィニッシュライン、まもなくフィニッシュライン。カズミが勝ちました。なんという難題、人間よりとは思えません。そして遅れましてコウタンタン、コウタンタンが今ゆっくりとフィニッシュラインを通過しました。